橿原市東部と飛鳥村を結ぶ道路の愛称が決まり、25日除幕式が行われました。この取り組みは地域をイメージできる愛称をつけることで、飛鳥藤原の旧都とその関連資産群の世界遺産登録への弾みをつけようというものです。どうぞ。愛称は208の案の中から選ばれたマホロバロードです。この道路は藤原旧跡や高松塚古墳、観光施設などを結んでいます。県道や市道などに共通の愛称をつけることで、統一されたデザインの観光案内の看板を設置することができ、橿原市や飛鳥村では観光への効果を期待しています。愛称を採用された人は、とても光栄です。はい、嬉しいです。お名前どうですか？かっこいいですか？かっこいい。